はい、皆さんこんにちは。ギターの渡辺智之です。前回コードの構成音だけを抜き出して弾くという、まあ、コードにぴったりはまる音ですね。コードの構成音なので。それを解説したんですけど、今回は、コードの構成音から外れる音、ちょっと出る音ですね。ぴったりはまらないコードに。またはコードの構成音と構成音をつなぐ音について解説したいと思います。前回コードの構成音だけっていうのを説明したんですけど、まああれは、もちろんコードがこう鳴っている時に、例えば C のコードがこう鳴ってる時に、ここで鳴ってるのはドとミとソがこうジャーンと鳴ってるので、このドとミとソだけを弾く、つまりこのコードにぴったりこうはまる響き合う音ですね。安心な音です。安全な音で、そこから外れる音になってきますので、今回の音はこれを、まあ、ちょっとこうイメージで説明しようと思いまして、この絵を描いたんですけど、これはまあお分かりの通り、川です。もう激流です。めちゃくちゃ流れてます。で、そこにこのルートと3度と5度、ここはもうめちゃくちゃ安定した大きいこう石が置いてる感じですね。で、ここから外れちゃうとこう流れていくような感じですよ、ザーッと。で、ここにいる限り安全なんです。で、その今回説明するここから外れてる音、またはこの間つなぐ音、こう結構こうジャンプいりますよね。ピョンピョンと飛んでいって、で最後これもピョン、でこれ次の横の流れですよ、こっちね。で、そこにこんな感じで、例えば1、ルートと3をつなぐ隣に、まあ、これ2っていう音、これもうちょっとちっちゃくてまあまあ不安定です。だからこのルートっていうところにいるのに、ちょっと片足こうちょっと2の上に出したりして、でこう戻ってくる。だこの2にいる時ってちょっとこう若干のこう緊張感があるわけですね。で戻る。あるいはこの2の上でこうちょっとグラッときて、こう3にたどり着く安心で、まあ3と4の間にも、まあ、あ3と4じゃない、3と5の間にも、まあ4っていうのを、まあもちろん考えれるんですけど、ちょっと今回抜きますね。で35に行って、で5から次のこう流れのルートに行くまでにこの6っていうのがある。ちょっとここにピッて出てやっぱり戻るとか、ピッて出て横からしょってこう次のルート安全地帯に行く、まあなんかこういうちょっとこう不安定、ちょっと緊張感があったりするような、こういう音、まあ、コードの構成音以外の音ですね。これについて、まあ、音の感覚で、ちょっと聞いてみたり、そしてもちろんこの C 盤上でそれをこう発見していくっていうことをやってみたいと思います。はい、じゃあ、前回のコードの構成音のやつと同様にルートを G にしてE の形からやっていきたいと思いますね。で、この形は G の場合はルートが、6弦の3フレットに来てればいいですね。はい、で、この中で、コードの構成音だけ弾くっていうのを、前回の動画で練習しましたけど、まあ、これできてると、これも前提でいきます。そしたらここに、コードの、まあ、足りない音と、さらに、はい、この赤い文字で書いているのは前回使った安全な音のこのコードの形からこう出てる音ですね。この中には含まれてる、まあ、この3弦の声のオクターブ下の音が出されてます。で、これを合わせて弾くっていうのは、まあ、前回やってます。じゃあこのコードの構成音以外の2と6っていうのが、これ2っていうのはこう中心音のルートからこう全音上にあります。で、6っていうのは、まあ、5から全音上、ちょっとこの形だとね、ちょっとね発見しにくいっちゃしにくいんですけど、あるいは2っていうのは3の全音下でもいいです。ここにあります。あるいはルートの全音上で、6はこれ5の全音上、こうやって見ると分かりやすいですね。ちょっとこう縦に動かれるとなかなか見えにくいんですけども、
じゃあこれをちょっと弾いてみます。あのコードの構成音と混ぜながら、まずはじゃあはい、この響きで構成音を弾くとぴったりきますよね。安心な感じがしますね。でこっからこの5、6、ここでいってみましょうか。でコードに合わせるとちょっと微妙で、これを5に戻すとなんか安心する感じしますよね。じゃあこれ2も同じで安心。戻ってきたっていう感じ。なんかこうちょっとこう飛び出て戻ったみたいな感じ。なんかこういう音です。あるいはルート3タンタンっていくところ、これを間挟んでみましょう。じゃなくてこの2を挟んで、あるいは戻る3からルートに直接戻るんじゃなくて帰ってきたっていうような感じです。でまあお気づきの方もおられると思うんですけど、これを普通に順番にダラ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 と弾いていくと、これはメジャーペンタトニックスケールっていうスケールになってるんですけども、そうやって考えちゃうと単にメジャーペンタトニックスケールっていう音の集まりとしかでしか捉えなくなっちゃいます。それだとあんま意味がなくて、ちゃんとこのコードの構成音っていうのを土台にしてて、そこからこの音は出てる、あるいはつなぐ音っていうような感じでやっていかないと、これ全然意味ないですね。これをダラダラこうなんかこうはい覚えましたって言われても全然意味ないです。これをあ出てる戻ってるみたいな感じでこれを捉えてくださいね。でもちょっとおまけですけど、例えばこの1弦と2弦だったらこう3フレットですね。間違えた。でこれをコードこの和音で飛び出る、こういうのよく聞きますね。なんかこうギターらしい、よく聞きますよね。これはコードからピューってちょっと出てるんですよね。で戻ってくるみたいな、こういうことをやってるわけです。だからこれをピューって出た時にちょっとおっていう、なんかこれがまた逆にちょっとかっこいいみたいなね、なんか危険な匂いみたいな、で戻ってきて安心みたいな、なんかこういう使い方と思ってこれを見てください。はい、もうこれは考え方を分かっていただければ、あとはもう同じことです。もうこの各コードの形に沿ってそのコードから飛び出てる音、はみ出てる音ですね、これがどこにあるかっていうのをこういうふうにこう見えたらそれでいいので、一応やりますけど、もうさらっていきますね。でこれは、D の形ですね。したら、これがあってルート、ここでここから3に飛ぶとですけど、ここに2を入れて、今ここ、これとこれ弾きました。タタンで、これちょっと不安定な状態で安
シーンみたいな、これ3度、1弦の3です。ちょっと落ち着かなくて戻ってきた。何も言わずに弾いてるところとかは、あ、今構成音から出てる音だなとか、あ、構成音で安定してる音だなっていうのをこう聞いてもらえると、耳が鍛えられると思います。次は A の形です。ここには、これはまあ一応言うとここですね。でここに残りのコードの音とコードの構成音以外の2と6が入ってますね。じゃあここはルート、これは3、5って弾いてます。3、5で、まあ、6に行ってて5に戻ったり、外れてます。これで落ち着く。ルートに行く。今外れてて落ち着く。6に行ったりすると、なんかコードにはまってない感じしますよね。
これで安全で、今こうルートここにいるんですけど、まあ今全部スライドとかで全部引いてましたけど、これを例えばチョーキングなんかすると2に行くことになりますね。ここに行くことになります。だから飛び出ますコードから。これ同時に押さえれるかな。なんかこう戻ってくると戻ってきた感じしますよね。なのでチャン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 って出ますよ。戻ってきた。で、例えば2弦の5、これもコードに合ってる音ですね。これチョーキングすると6のこう2弦にある6に行くんですね。出てて戻ってきた、戻ってきたコードで、ルート今ここです。これ2度で、これをチョーキングすると3度、これのここにあるやつ、3弦にある3度に行きます。戻りきってない、戻る6度コードに帰ってきたっていう感じです。これをうまくチョーキング使ったりなんとかするともうかなりギターらしくなりますよね。コードでこうコードの形でコードの構成音じゃない音をこうちょっと伸ばしたりして、これコードですね、 C の形ので、これも今4弦のところ人差し指にしてました。本来はこう薬指のここなんですけど、このよく聞くと思います。この A の形の12フレット、2弦12と1弦10なんですけど、あえて2弦の12を押さえずに10を押さえておいて2度の音が入ってて、あーなんかこう安全じゃない感じ、こう安心してない感じ、これでなんかコードがピタッとはまる。という感じでした。まだこれをコードの構成を中心に考えて、そこから出て戻ってるっていう風な捉え方でやってください。決してこうペンタトニックスケールっていうこう塊で覚えないようにしてください。では今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。